レグニッツァ広告クシエスレグニッキーレイニックナイゼドビ、ヘティソクトゥームリーグニッツレグニッツァ広告またはリーグニッツ広告はシロンスク広告軍を構成した広告の一つ。首都はレグニッツァ。ボレスワフ2世によって創設されたもので、他の多くのシロンスク諸広告と運命を共にし、最初はボヘミア王官僚、次にハプスブルク君主国の影響下に入り、 シュレイジエン戦争の結果プロイセン王国に併合された。1248年のシロンスク、ボレスワフ2世のレグニツァ公国、ヘンリック3世のブロツワフ公国、2人の、またジューテーブワディスワフのーチシロンスク公国に分かれている、レグニツァ上レグニツァは、 モンゴル人によるポーランド侵攻の最中の1241年4月9日に郊外のレグニツキエポーレ村がレグニツァの戦いの舞台となったことで有名である。シロンスク諸公の一人でポーランド大公のヘンリク二世が率いるポーランドやニーダーバイエルンの封建貴族、騎士修道会などで構成されたキリスト教徒の軍隊はモンゴル人にカンプなきまでに叩き潰された。 モンゴル人は敵の総大将ヘンリク二世を殺し、その軍勢を壊滅させたにもかかわらず、オゴタイハーンの死に伴う大ハーンの選出行事に出席するため、ヨーロッパへのさらなる進軍を取りやめて引き上げた。レグニツァの地元住民は現在でも、レグニツァの戦いを記念する行事を毎年行っている。ヘンリク二世の死後、その長男ボレスワフ二世が後を継いで、提示。 シロンスクを支配していたが、1248年にすぐ、下の弟ヘンリク三世は、兄に自分の相続する分量を差し出すよう兄に要求した。ヘンリク三世は、ブローツワフの貴族層の支持を取り付けて、兄に定置シロンスク広国の中心部を譲らせ、ボレスワフ二世は、北のレグニツァに追いやられた。さらに、そのまた下の弟で、パスサウシ教になる予定だったコンラトも、 領地の分割相続を求めてきた。コンラトは1251年に、ボレスワフ2世から、領地の一部を譲らせ、グーグフ公国を創設した。しかし、1278年に後を継いだ、ボレスワフ2世の息子ヘンリク5世は、重帝のブロツワフ公、ヘンリク4世との戦いに勝利して、公国の領域を拡大することに成功し、1290年に、 ヘンリック4世が死ぬと、ボヘミア王バーツラフ2世の指示を得てその医療を相続したので、レグニツァ公国とブロツワフ公国は再統合されることになった。1296年にヘンリック5世が死んだ時、長男ボレスワフ3世は未成年であったため、バーツラフ2世がその後見人を務めることになったが、このことがシロンスクにおけるボヘミアの影響を強めた。 ボレスワフ3世は1303年にバーツラフ2世の娘マルケータと婚約し、1306年にプシセミスル王朝が絶えると無謀にもそのボヘミア王位の相続人になろうと試みたが失敗した。ボレスワフ3世は再統合をされたレグニツァブロツワフ公国をうまく収めることができず、1311年に定時シロンスクは再び分裂し、ブローツワフは ボレスワフ3世の辞典ヘンリク6世に与えられた。ボレスワフ3世は、レグニツァの領有に関しても、マッテー・ブワディスワフと争わねばならず、1329年には、自分のレグニツァ公としての地位を保障してもらうべく、義兄のボヘミア王与反本力センブルクに親入を、誓わねばならなくなった。テイチシロンスクのレグニツァ周辺地域の地図、マルティン・ヘルビヒが1561年に、 制作戦3 2 9年に、ボヘミア王国の俗領になった後も、広告の政治的な弱体化は進んでいった。ボレスワフ3世の2人の息子、バツワフ1世とルドビク1世の起こした兄弟間の争いが、広告に対する神聖ローマ帝国の影響力を強めてしまったのである。1419年、バツワフ2世の死に伴って、レグニザ公爵化が耐えると、 ブンイエスジノブジェクコールドビク二世が、レグニツァ公国を相続した。ルドビク二世が男子を設けないまま死んだため、1449年に、レグニツァ公国は相続人のいなくなった報道として、ボヘミア王国に併合された。しかしその5年後の1454年、公国は、ルドビク二世の娘、ヤドビガを母に持つ、フリデリク一世に与えられたことで復活。 フリデリク二世の代でグーグフも獲得した。広告では早くも1522年からプロテスタント宗教改革が始まり、領民はルター派の信徒になった。1526年、もはやちの戦いで、ボヘミア王、ルドビーク・ヤゲロンスキーが戦死すると、ホードであるレグニツァ広告を含むボヘミア王官僚は、ハプスブルク君主国の支配領域に包摂された。 1561年、レグニツァ出身の地図学者、マルティン・ヘルビヒが、シロンスクの地図を初めて制作した。1675年、シロンスクのバスト家最後のレグニツァ公であったイエジ・ビルヘルムが死ぬと、広告は、ハプスブルク君主国の直接統治下に入った。1537年、レグニツァ広告は、ブランデンブルクとの間で、公尺家が断絶したときには、 ブランデンブルク選定校が広告を相続するという協定を結んでいたが、これは無効とみなされていた。プロイセン王フリードリヒ2世はこの古い相続協定を持ち出し、第一次、シュレージエン戦争を引き起こす口実にした。1742年、オーストリア継承戦争で、ボヘミア女王、マリア・テレジアが敗北するに及び、レグニツァを含むシロンスクの大部分はプロイセン領となった。 プロイセンに併合された後、レグニツ広告の給料域は、その保持していた所得権の大半を喪失した。ありがとうございます。